えー、こんにちは。え吉、ー、谷です、えー。松永さん、えー、マスターマインドミリオンマインドですね、えー、購入ありがとうございました。はい。あのー、おすすめは森くんです。<laughs> おすすめは、えー、森くんのセッションがおすすめでございます。はい、まあ僕のセッションもありますけど、やっその森くんの話は本当にね。なかなか聞けない内容かなと思います。うん。 で多分それだけでめちゃめちゃ価値があると思います。であの内容を話せる子が多分いないです。多分塾入っても教材買ってもあの内容を話せる若者がいないと思います。森くんは僕より年下なんですけど2個下かな年下なんですけどすごいんですよね彼ね。いやすごいなこんな若者しかもちょっとイケメンなんでねちょっと嫉妬してるんですけど。 めめちゃめちゃゃイケメンで考え方しっかりしててなんだこの人もできすぎだろうとでちょっと裏話をしますとですねあのそんなそのイケメンでイケメンでできすぎてるんですけれどもあの森くんの部屋はちょっと汚いです <laughs> 森くんの部屋はちょっと汚いですトイレとかもちょっとね掃除が苦手なのかな <laughs> 掃除がちょっと苦手っていうねまあ弱、まあ、誰にも弱点はあるっていうことですよね完璧はないんで、うん であの一つちょっと、まああのまあ、せっかくなんであの今の話からちょっとお話しすると僕もいろんなお客さん見てきました。でなんで行動ができないのかっていうとこれ一つの原因要因として完璧を求めてるんですよ完璧を。でこうじゃないといけないっていう完璧を求めちゃうからできないんですね。でこれよくよくちょっと市場を大きい視点でちょっと考えてほしいんですけど。 1>, 1, 兆円企業1兆円企業のあのトヨタでさえリコール問題とか不祥事を起こしてしまったりとかあるわけじゃないですかで1兆円企業はでしょで1個人が完璧なものってできまますすか僕は難しいいと思いますそれだけのすごい会社大企業でも失敗をするのに1個人が失敗をしないってことはまず考えられないとで1個人が完璧なものを作れるのが作れないと思います だからあのもしネットビジネスでこうお金稼ぐんであるならばまず完璧を求めないっていうのはすごく大事です。これ完璧求めちゃうと永遠にできないんですよ。うん。でほとんど結構ブレーキがたまブレーキになってる人が結構完璧求めちゃってますので。 まず出して修正出して修正で例えば例えばそう分かりやすい例で言うとブログを変な記事を書いてしまったとしてもなんかリスクありますなんか変な記事を書いたからってなんかなんかブログ例えばアメムブロでそのなんか、えー、変な記事を書いてしまったと。 まあ変な記事っていうのはアダルトとかそういうその違法な,なんかそういうなんかポルノとかそういう感じじゃなくてあの普通のなんか記事なんだけど自分の中でうまく書けなかったと文章がじゃあじゃあそ,それなんかアメブロから罰金みたいなのありますその変な文章お前の文章はダメだとライティングがなってないとなんか罰金だみたいな,ないんですよねないんですよ そのね、違法な,なんかそういうなんかアダルトのやつその規約に違反するようなことやっちゃうと、まあ、アカウントはバンされちゃうかもしれないですけども基本的にでもそれでもそ,それぐらいじゃないですかまあアメブロとか無料ですから、まあ、他にも無料の SNS たくさんあります無料ブログ、まあえー、まあライブドアブログとかハテナブログとか、まあ、ブログサービス、えー、無料のものいっぱいありますしフェイスブック YouTube インスタグラムツイッターラインなんかラインライブとか最近ありますけど全部無料ですでそういったものを僕たちは使える今環境下にいてめちゃくちゃチャンスなんですね僕10年前からネットビジネスやってますけど今こんだけデバイスもある、えー、ネットの環境もある SNS を無料で使える個人が情報発信できる力を持った これでお金が稼げないっていうのはやっぱやり,きりやりきれてないだけかなと本当にそこに尽きるかなじゃあなぜやりきれてないのかっていうのは今回の、えー、マスターマインドのセミナー映像を見ていただいてもうすり切れるぐらい、まあ、暗記するぐらいちょっと聞いてもらってで実行してほしいかなと思いますでやらないとやっぱ結果は出ませんのであの実際やっていただいて、えー、また何か報告いただければなと思います では、えー、今回購、えーはい、入りありがとうございました。